大和運輸は宮崎と鹿児島で今日午後4時以降福岡、佐賀、長崎、熊本、大分では明日の午後以降また愛媛や高知、山口など中国・四国地方の一部地域であさっての夕方以降荷物の配達や集荷などを取りやめます佐川急便も沖縄県へ向けた荷物の預かりを休止するほか 明日から九州全域と沖縄で集荷と配達を休止します。日本郵便は九州にある郵便局で、明日午後から7日まで業務を休止します。また、セブンイレブンジャパンは九州にあるセブンイレブンのおよそ1000店舗を今日から順次計画休業すると発表しました。 ファミリーマートとローソンは現時点で計画休業の予定はないとしていますが加盟店のオーナーの意向に柔軟に対応する方針です。